はい、ゆうぎです。今日はですね、マイゼンシスターズ最高ということで、前回マイゼンシスターズについての動画を出したんですけど、すごい反響があり、たくさんの方からメッセージやコメントいただきまして、これからもマイゼンシスターズについての動画を出してくださいや、一緒にマイゼンシスターズ応援しましょうといったメッセージをいただきました。いや、本当にコメントメッセージしてくださった方ありがとうございます。今まで僕の動画見てくださる方はだいたい10代後半から40代ぐらいまでの方たちだったんですけど、今回は子供たちからすごいたくさんメッセージ来たので、いやー嬉しかったですね。ただやっぱり子供たちが結構見てくださったんですけど、そのせいか勘違いされた方が結構いらっしゃったんですよね。前回の動画ではマイゼンシスターズの用語っていうのは、簡単に言いますとマイゼンシスターズの味方をしたんですよね。ちょっとそれが伝わらなく、マイゼンシスターズのことを悪く言わないでくださいといったメッセージも来てしまいました。なので今回ちょっとはっきりさせたいなと思いまして、一応マイゼンシスターズはすごい好きな YouTuber の一人ですし、本当に毎回すごい面白くマイゼンシスターズの動画を追いっ子と見たりしてます。そしてマイゼンシスターズの不正についてはっきり言ってくださいということなんですけど、不正はしてないですね。なんでかって言いますと、不正する必要がないんですよね。むしろ不正してしまいますと赤番アカウントがなくなる、チャンネルがなくなってしまいますんで、そうなってしまったら元も子もないので、不正はしてないですね。なのでこれからも皆さんと一緒にマイゼンシスターズを応援していきたいなって思います。どんな風に応援していくかと言いますと、マイゼンシスターズについての動画を定期的に出していきたいなって思います。例えばマイゼンシスターズのマイクラの映画について語ったり、そして皆さんもコメントしていただければ、そちらのコメントも読んで共感し合って、マイゼンシスターズがさらに人気になっていろんな方に見てもらえるように、みんなとマイゼンシスターズの動画について語っていけたらなって思います。そうすればさらにマイゼンシスターズがもっと広まるんじゃないかなって思います。プラスマイゼンシスターズのいいところや、こういった動画が面白かったなど、いろんなことも言っていきたいなって思います。そしてマイゼンシスターズ言ったらやっぱりマインクラフトだと思うんですよね。まあ、いろんなゲーム実況もしてるんですけど、僕の中ではやっぱマインクラフトの動画がすごい面白く、善一とマイキーが出てきてすごい楽しい動画なんですけど、やっぱりそのマインクラフトのゲームもしたことない人もいると思うんですよね。なのでこちらにあります任天堂スイッチマインクラフトセット、こちら結構前から定期的にプレゼントしたんですけど、また近いうちにこちらのマインクラフトセットもプレゼントしていきたいなって思いますんで、そちらも楽しんでもらえたらなって思います。やっぱりマイゼンシスターと言ったらマインクラフトだと思いますんで、ぜひマインクラフトの方もまだやったことない人はプレイしてみてください。そして僕の教え子にマイゼンシスターズの呼び方を聞いたんですけど、結構バラバラだったんですよね。みんなはマイゼンシスターズのことを何て呼んでますか？僕の教え子たちはマイゼンって言ってたり、マイシスとか言ってました。なのでそこもみんな何て呼んでるか気になったので、よかったらコメント欄に書いてもらえたら嬉しいです。そしてこれからもマイゼンシスターズを応援したい方や、マイゼンシスターズが好きという方はぜひチャンネル登録高評価お願いします。それではまた次回のマイゼンシスターズの動画で